テイラー軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2689人であり、2000年の19680人から5.1%増加した。軍庁所在地はメドフォード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。テイラー軍となった地域で記録に残る。 最初の出来事は1661年、ウィスコンシン地域がヌーベルフランスの一部になっていた時のことだった。オンタリオ州東部からヒューロン族インディアンが色濃い連邦からの攻撃を逃れ、ブラック川の水源近く、おそらくテイラー軍北東部のチェルシー湖周辺に逃げ場を求めた。フランス人、イエズスカイ宣教師、ルネメナールが五大湖地方を旅し、 ミシガン州北部のキーウィーナー湾に達し、ヒューロン族が飢えていることを耳にした。メナールは健康を害しており、物資も乏しかったが、ヒューロン族のいるところに行って、洗礼を行うことに決めた。聖火にメナールと一人のフランス人家側は、易業者が出発し、ウィスコンシンの河川を川の木側のカヌーでたどった。ヒューロンキャンプから一日進み、いくらかの物資を携行して、 ある早瀬で仲間と別れた。その後、メナールの姿を見た者はいない。メナールが消えた場所は、テイラー軍の南東隅、ビッグリブ川のグッドリッチより、下流の谷であると考えられている。1847年6月8日、開拓者や木こりよりも早く、一体の測量者がメドフォードの南西で、軍内に入った。現在では、クラーク軍から入ってきた。 いい軍と呼ばれたところにあたる。彼らは、アメリカ合衆国政府の依頼で動いており、第四基本四後線と呼ばれる南北の線を決め、その線から州内の土地が計測されることになった。森ヌ沼を抜けて6日間働き、いい軍南部を進み、現在のモンドオフローエージになっている流域を横切り、その後に北に進んで、現在のプライス軍に入った。この部隊の長は、 旅の模様を次のように記した。四週間というもの、隊員の衣服が乾くことはなかった、昼も夜も、常に、かやさらに、問題の多い昆虫の群れというよりも雲に取り囲まれ、刺され続けた。地域を抜けていくときに、彼らや、その他の測量士が、森のアメリカツが、キハダカンバ、佐藤カエデなどの樹種を記録し、白松が総本数の四分の一ないし六分の一は、あった。 樹種の混ざり方は京リブ湖の南東にあるガーストバーガー松の草林に似ていた。テイラー郡北西部で木材を運び出すファウンテンキャンベル製材会社の舞台、1909年、この地域での製材業は1870年代に始まった。製材業者は川を遡り、春や初夏に松材をいかだに組んで流し、ビッグリブ川からウィスコンシン川、南のブラック川を降り、 西のジャンプ川やイエロー川からチッペワ川に進めた。1870年代初期、ウィスコンシンセントラル鉄道が、ステッドソンビル、メドーフォード、ビィットルジー、チェルシー、ウェストボロを通る線路と、リブコへの支線を建設し、水には浮かべられない木材を運び出し始めた。1875年、テイラー軍は、チッペワ軍、リンカーン軍、 クラーク軍の一部を合わせさらにマラソン軍の小部分を入れて現在の領域が作られた。軍庁所在地はメドフォードに指定された。軍名は当時の州知事ウィリアム・ E ・テイラーにちなんで名付けられた可能性が強い。1902年頃から1905年、スタンリー・メリルフィリップス鉄道がポリー・ギルマン・ハンニバル・ジャンプリバを通り軍西部に至る線を走らせた。 1902年、オークレアチッペワフォールズノースイースタン鉄道が、ホルコームからハンニバルを通り、イエロー川沿いのヒューイに至る線を通した。1905年、ウィスコンシンセントラル鉄道が、クラーク、ラブリン、ポリー、ギルマン、ドナルドを通り、スペリオル湖に向かう線を建設した。SM&P 鉄道とオマハ鉄道は主に材木を運ぶ鉄道であり、 木材を下ろした後は、乗客や、その他の物資を運ぶこともあった。材木が枯渇すると SM、SM&P 鉄道は1933年に廃線になった。良い木材がなくなると、製材会社は、伐採地の多くを農家に売り出した。農家は、当初様々なことにトライした。牛乳、卵、牛肉や羊毛を売り、きゅうりや豆を栽培することなどだった。 まもなく落農業が軍内の支配的な産業になっていった。1923年にはメドフォードに州内第2位の乳製品製造共同組合があった。落農家の数は1940年代の約3300件がピークであり、1995年には1090件にまで減った。テイラー郡北中部にあるチェカメゴン国立の森のモンドウダム、 レクリエーション地域群北中部の伐採地は1933年にチェカメゴンニコレット国立の森の部分に指定された。モンドーダムレクリエーション地域や他の森林地は1933年に市民保全部隊によって開発された。市民保全部隊のキャンプはモンドー、パーキンズダウン、および現在のジャンプ川消防島近くにあった。今日、国有林や軍北東隅を抜ける。 氷河時代国立景観道路が通っている。テイラー軍の初期主要産業は、丸太材、板材、屋根材の生産だった。大規模な製材所が、メドフォードとリブレイクにあった。メドフォード、パーキンズダウン、リブレイクには、川なめし工場があり、津賀の川をなめし工程に使った。ウィットルジーには、初期のレンガ工場があった。その後産業は多様化し、乳製品工場、 窓の製造業、プラスティック、食品加工などができたが、大半はメドフォードだった。ローレンシア氷河の最大拡大域テーラー群の地形は主に氷河で形作られた。氷河学者によれば、1万5千年から2万5千年前に、カナダから現在の五大湖など、アメリカ合衆国北部の大半にローレンシア氷河が押し出された。その氷河の一つが、 テイラー軍の3分の2以上を削り取り、ウェストボロからパーキンズタウンを抜けてラブリンまで達した。この氷河が押し出された後に溶けて戻り、三角形の丘陵の並びと軍内を対角線に切っている小さな湖を残した。この辺りの丘陵はパーキンズタウン末端堆積と呼ばれている。その堆積域の北と西、ジャンプ側に向かう軍の隅は、 氷河がより穏やかにうねる歴度の平原を残した。氷河の痕跡を残すテーラー軍の知性図この地域に氷河が伸びてきたことで氷河聖祈願やエスカーが残っている。モンドーエスカーやロストレークエスカーの他にウェストボロ、パーシング、オーロラ、タフトの街にもエスカーが見られる。軍南東隅のステッドソンビルやグッドリッチに向かう地域は最終氷河に覆われなかったが、 それ以前の氷河に覆われていた。ここでも歴度が残っているが、土地の侵食が進んだので、外して平坦で岩が少ない。氷河性歴度の下には、カンブリア紀及び先カンブリア時代の岩盤がある。ジャンプ川やイエロー川近くでは、その露出部がある。ベンドプロジェクトと呼ばれる銅や金の交渉が、パーキンズタウンの北にあり、地質学者によれば、 古代太陽の下にあった火山の熱水噴出口であるブラックスモーカーによって2億年前に形成されたとされている。テーラー軍は3つの川の流域を分ける分水海に乗っている。ジャンプ川やイエロー川は西のチッペは川流域に流れる。ビッグリブ川は南東のウィスコンシン川に流れる。ブラック川は南に流れる。これらすべてがミシシッピ川に集まっている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は984平方マイルで、あり、このうち陸地975平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は0.98%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。テイラー軍の軍区と都市など、ラブリにあるホリーアサンプション協会、ウィスコンシン州では、 数少ない政教会の一つ、テーラー軍は過去50年間で緩やかに人口が成長してきた。1950年から1970年にかけては減少した時があったが、それ以降はゆるりだが着実に成長している。ウィスコンシン州はテーラー軍内の修道120マイルについて管轄権を持っている。修道13号線は軍東半分。 修道73号線は、軍西半分をそれぞれ南北に走っている。修道64号線が、東西方向の幹線である。テイラー軍道路部は、州との契約に基づき、軍内の修道の維持と通行権の管理を行っている。軍内電園部には、総延長250マイルの軍道がある。主要軍道は、東西方向の A、D、M、O であり、 南北方向の C、E、H である。軍内の町は町内の道路を維持する責任がある。軍内には田園道路に指定された道路が一本ある。1975年に開通した田園道路1号線であり、延長は5マイル、修道102号線と、軍道 D のリブレーク近くの間の砂利道であり、州内初の田園道路になった。 この道路は12000年前に氷河によって作られた景観の良い丘陵と谷を通っている。道路沿いの歴史名番でその指定を記念している。軍内主要空港はテイラー軍空港である。他にも6カ所の施設滑走路がある。テイラー軍空港はディアクリーク町にあり、メドフォード市の南東約3マイルで、軍内唯一の公共空港である。 長さ4100フィートの舗装滑走路があり、照明が施され、無指向性無線標識がある。1996年に東西方向の長さ50001フィートの舗装滑走路が追加された。ありがとうございます。